おはようございます。こんにちは、こんばんは。塾長です。6月25日、金曜日は、住宅デー。はい、1978年、昭和53年に制定された記念日です。この6月25日というのは何かというと、今日の名言にも出てきます、アントニオ・ガウディさんの誕生日です。アントニオ・ガウディさんは、サクラダ・ファミリアとかね、アントニ・ガウディ作品群っていうのが、ね、そのサクラダ・ファミリアを含めたその辺の、建築物っていうのがみんな、世界遺産になってるっていう、ものすごい人ですよね。はい、そういう、建築物、住宅デーというので、住宅建築に携わってる人の、なんかね、例えば、の凄さであるとか、そういう住宅の相談であるとかっていうことを、この日にしてみたらどうですかということで、進めてる日ということなんですね。ほら、住宅を作るってことは、こういうガウディさんみたいな設計士といいますかね、その、いわゆる設計の、ものを携わってる人がまずいて、こういう建物を建てようっていうのがあって、で、実際にそれを建てる職人さんたちがいて、その人たちを取りまとめる現場監督さんがいるわけですよね。で、現場監督さんがこううまいことその計画を立てて、そのね、目指していく、建物をどんどん作っていくっていう、もう、だから一つの建物を建てるのにもね、いくつもの手順がもちろんあって、何でもそうだと思いますけどね、ああしてこう、立派な建物ができると。考えてみれば、世の中にある建物っていうのが、最初は何もなかったのかと思うと、あれすごいことですよね。素人からしてみると、もう本当にすごいことだなというふうに思うばかりです。さて、そのアントニオ・ガウディさんの、名言を紹介しましょう。こちら。物事をうまくやるために必要なこと。第一に愛。第二に技術。どうですか？愛ですよ。愛。なんでもそうなんですね。やっぱり人のために作る、これを使う人にね、どんないい気持ちになってもらおうということを想像して、そんなことを考えて物を作るわけですよね。私たちの仕事みんなそうなんだと思います。誰かのために役立つ。愛ですよね、これは。ね。どういう仕事からもそういう愛っていうのは大事にしなければいけないんだなって、その愛をしっかりと伝えるためには、自分たちの技術が必要なんだなということを改めて考えさせられる名言だなというふうに思いました。はい、今年の住宅デーのイベントがあるのかな？なんか、ホームページ見ましたら、そういうね、PDF のチラシが出ていましたけれどね、住宅相談みたいなものはできるみたいですから、ご興味のある方はちょっと検索してみるといかがでしょうか。はい、今日はここまでにしたいと思います。皆さん、またね。